RV39 はフランスの試作戦闘車両である。第二次世界大戦の前、この車両は新しい自走突撃砲の要望に応えて設計されたものである。r 1 9 4 0 v 9 3十九4 0という名称も残る。2両のみが完成し、また 75mm 矢方の回収板と 7.5mm 機銃を搭載した機能試験車両も作られていた。 開発計画は R40 として知られていたが、R-44 へ戦車とのつながりはない。設計は1935年、2両の試作車の完成は1940年である。ただし、この後、フランスがドイツに占領されたため量産はキャンセルされ、試作車はモロッコへ送られ、本開発計画は中止された。開発計画が開始されたのは1935年。 中頃だった。これは、フランス軍が新規に自走式の不評支援を行える突撃法を要望したことによる。当時、こうした任務を行える戦車は存在しておらず、製造会社は既存の抽選者を利用して、設計案を提示した。ソミュア社では、中型機兵戦車ソミュアイス35の車体をベースとして、サウ40を開発し、R 社では、 シャール B 一重戦車の部品を流用して R40 を開発した。RV39 は R40 計画の使用に合わせて開発を完了した唯一の車両である。最初の車両は南港で製造され完成したのは1938年6月である。陸軍による試験は1939年3月23日から25日に行われた。 試験は成功し、計画は量産に移ることが承認された。当初の発注数は72両である。うち24両は非武装の指揮車両となる予定だった。9月27日、部隊編成が変更12両のグループを作り、これを2個部隊に分割した。部隊は車両3両で作られる2個包帯からなっていた。さらに各グループに、 追加の指揮車両を置くことが認められた。1939年10月、フランスの首相、エドワール・ダラディエは、修正を施した命令を発した。内容は、1940年10月に最初の5両が部隊配備されること、さらに毎月10両の生産に着手することだった。しかし、フランス侵攻が1940年5月に始まり、この時点で、 戦闘準備が整っていた RV39 は、まだ存在していなかった。2両の稼働する試作車両がモロッコに輸送され、トンネル内に隠された。この2両がアフリカに到着したことは確認されているが、その後の運命は不明である。フランスの占領が続いたことにより、以降の R40 計画の開発は停止させられた。ソミワ社のサウ四十計画もまた試験を通過し、 同様に36両の発注が認められた。うち12両が非武装の指揮車両とされている。これらは当初、RV39 と並んで、代替編成にするものとされた。しかし、RV39 に使われている 75mm 高小速 APX 砲を、サウ40に搭載するにあたって問題が起こり、結局、1940年5月、 この36両製造の命令はキャンセルされた。当初の任務は RV39 が担当し、代わりに SAU40 は 47mm エメリー1937ヤホーを用いて戦車駆逐となる新たな任務が与えられた。SAU40 はこの仕様で72両が発注されたものの、生産に至ることはなかった。 RV39 には7 5ト、mm、ル高所速 APX 砲が搭載された。これは 75mm1929 砲、各式要塞砲を改修したものだった。方向所速は、榴弾が秒速4 0 0ル、鉄鋼弾は、所速秒速5 7 0ルに達した。貫通力試験で、鉄鋼弾には、射程1 0 0 0ルにて5 0ト、mm、ルの貫通力が、 あると判明した。機器類には2種類の照準装置、ステレオ式速挙装置が装備されており、射程2000メートルまで砲撃ができた。左右射界は7度、不行はマイナス10度から30度である。更新する際、手法の方針を車内に引き込んでおくことができ、車体長を縮めることができた。手法は、半自動式の閉鎖機構を持ち、 データ記録装置を装備していた。ありがとうございます。